もうなんせな、時代はイタリア車よ。イタ車ですか。イタ車、イタ車。イタ車で、あの、センスよく、かっこよく行かないかと。おしゃれに。ああ、おかしい。あ、後ろから車来ました。イタ車は他に何があるんですか。これってあれじゃん、ラリー用のバイクの。今の右のトラックなんかだったな、今 KTM のバイク乗せてきたんだろうか。単にあれがそれが好きなんかもわからんけど、なんか多いのかもわからんな、この辺でなんか山で走り回んのかもわからん。でもこれ一番のトラックだって本格的にでかなかったか。あ、でもな、そういうのあるわ。そういえばちょっとしたこんなの楽しいじゃないですか。こんなカーブ楽しい。ただまあタイヤのこともあるけど、あんまり調子こんだら危ないの。あのマスターラピンのタイヤやけんな、はいはい、ああ今なシャガーが綺麗な。シャガーね、こうやって見える、よう咲いとるね、シャガーが。そうそう、よう咲いとるで綺麗。台の上にも咲いとる。シャガーと大出回りですか、最近よう見るのは。ああ、はいはい、あれも綺麗かったですよ。あの今日いとった藤の後ろにちょこっとだけあったあの尺投げも。尺投げな、綺麗かったな。尺投げってもう終わっとんちゃうんとかと思ったけど、あそこなんか咲いとったな。今ぐらいなんかな。うちの家にもね、嫁さんが鉢でもろた尺投げがあって、それも今綺麗に咲いてますよ。あ、そうだった、今ぐらいのもんなんか。私なんとなく桜の頃みたいな、春になったすぐみたいな気がしとったけど、ちゃうんかもからな。どっか仕事しようんですか、ここに置いて。ああ、そうなんだろうな、これ、これですか。うん、KLX やろな。まあまあ KLX もええけど、今はイタリアっちゃうのにな。流れはイタリアですよ。川崎。さっきのあの大きいバイクの話だけどな、大きいったってあのまあ限度があるけど、どうなんだろうな。例えばほんまに東北とか日本回るやいうときに、どれぐらいだったら行けるんだろう。まあでもカーブで行きよう人もおるぐらいやけんな。まあだけど高速走りたいっていうなったら250以上は欲しいかなっていうのあるわな。これまあな、絶対そうなんやけど、なんか面白いとこがあるな、この辺って。旅するのにカーブで行きよう人もおるんやけん。これも隣に少ない数でないぐらいおるわけやけん。それはそれでいいのかもわからんしな。今日は、見ての通りハンターカブさんとアプリリア RX125 と、短い時間ですけど、ちょっと山の方にツーリングに行ってきました。もうこれからはこの緑を見るツーリングやな。気持ちいいね。気持ちいいな。ここの右側も綺麗。おお、ごっつい綺麗な。いいわ。もうこのスピード最高やな。時速40キロぐらい、45キロとか、はい、最高のこのなんかいい感じ。まあそんなんで、今日はちょっとね短い期間ですけど、まあ、ちょっとずつバイクにもアプリリア君にも
アプリリアと呼べばいいのか、RX って言おうか、RX にも慣れてきました。ということで、またよろしくお願いします。